ノウハーシンノス店長ですふわりりゅうくれる同好会で5年以上講師として皆さんにレクチャーしてきたノウハウの一編をワンポイント講座として YouTube でお伝えしてまいります流行りやいでまだまだ外出などがしにくいな基本デブショで趣味もないけど暇なしなんかしてみたいなウクレレに興味あるんだけどどっから始めたらいいか分かんないおおーお任せくでさいウクレレ大好きアロハチックメンシンノス店長が基本中の基本からちょこっと背伸びしたい方々へ愛の愛のウクレレテクニック伝授 記念すべきレッスン1は基本フォームになります。とにもかくにも弦楽器は持ち方構え方からとウクレレは特に基本ストラップもいらない座っていても歌っていても歩いていてもそれも走っていても極論寝ちゃってても弾けるという気軽な コンパクトさといいうのが売りでございますフォームさえしっかりしていればウクレレのこの構え方一つでま弦、あ、楽器まあそうですかねもう人のもう一つで周りから「あこいつやってんな」なんて言われたり「あれうまいかもこの人」なんて思われちゃったりするそこでー見た目だけかなんて思われないようにするためにこちらのワンポイントレッスンで是非とも一つ上のできるやつを目指していただきたいと思います。 では説明してまいります上の部分ここですねえチューニングするためにこのついてますけどもペグがここがヘッド頭になりますここの部分がネック首ですねでこの下のここの部分がボディヘッドネックボディ覚えといてやってくださいさあ構えるための順番をお伝えいたしますヘッドから ネックにかけて、だいたい弦楽器ウクレレは特にあれですけども、ちょっとヘッドからこうくぼんでるんですね。いわゆる頭からこう首にかけて細くなる部分、ここ。ここがあるんですけども、ここを左手の親指と人差し指のちょうどこういうふうに丸めると輪っかになりますね。ハンガーフックになったような気分になって、このくぼみのところでこうやって引っ掛けて持ってやってください。で、ちょっと親指とこの 人差し指の根元のこの引っかかったところでちょっと軽くキュッて軽くだけ挟んであげてこう振っても落ちない自分でこのバランス感覚を作ってやってくださいこれで左手ちょっとこのまま固定しますさあこっから今度は右手右手は今度ボディの一番下を持ってやってくださいこの持った状態からウクレレを横に持ってきますほんで持ってこのボディのこの上っ桁の方の部分の この裏側ちょうどここになりますねここら辺。こいつがちょうど自分のみぞおちあたりに来るような感じに持ってきてやってもらえますかでこの時、肩に力入れない肘から小さく前ならいのような感じですよねイメージはでみぞおちのところに持ってきますこの状態から左手一回ちょっと根っここの状態のまんま根っこを持ってあげますで持ってあげると右手が 離せます。ウクレレ軽いですから。で、右手を小さく前習いにします。楽に。肩から肘までは楽に。で、小さく前習い。この状態で言ってくださいね。今度は、このボディのこの弦の一番下のこのブリッジのこの真下のここ。前面の90度ありますね。この前面の90度。この前面の90度と、小さく前習いの、この肘の内側の この90度。ここ。この内側の90度が、ちょうど90度90度で軽くドッキングするような感じ。隙間ない感じ。90度90度で持ってくる感じになると、ちょうど右手の親指が、ボディから先のこのネックの部分に、ちょっと軽くこうやって持ってくると、親指がかかる感じになります。右手の、 人差し指、中指、薬指、小指はちょうどボディのこのネックのこの下のところのとに第一関節を引っ掛けられる感じになると思います。右手はこの状態をキープしてください。そして左手をさっきのハンガーフックの状態の、えー、開いた状態、この状態に戻してあげます。で、親指、人差し指でちょうどこのくぼみのところをしっかりと軽く固定してあげてください。で、ちょうど左手を開いたところで 右手の親指がちょうど1弦2弦3弦4弦4弦目のこの上のところにかかってるはずです。ここをゆっくり親指のお腹で構いません。こっからゆっくり4弦目から下ろしてみてやってください。ね。はなこさん。ネックのところで弾いてますよね。これが これから皆さんがウクレレを弾く場所になります。ウクレレはちっちゃいので、さっきお伝えした通り、立っても、えー、座っても、えー、歩いても、走っても、寝転んでも平気な弦楽器です。この状態を持ってきた時に、肘と自分の体でボディのこの一番下のところを軽く挟んであげるというイメージ。左手は、この人差し指の根元、人差し指の根元、ここで、 ヘッドからネックが下に落ちないように、この小さく前らいの状態から支えてあげる感じ。そこに親指を軽く引っ掛ける感じ。ね、あの、さっきは挟んでる感じでしたけども、その挟んでる感じから、そのまんまこう引っ掛ける感じのイメージ、親指をえ。結果的に上と下でちょうどウクレレを挟んでる。プラス、人差し指の根元でヘッドからネックが、 落ちないように支えてあげる軽く挟んであげるなおかつ右の肘と体でボディーを軽く挟んであげる包んであげるって言った方がいいかしらこの状態でこれがこれから皆さんがウクレレを弾く基本フォームになりますさあ次回はこっから先やっちゃうよ 新のスリューワンポイントウクレレ講座ではえ皆さんからのご意見、ご質問、えー、大募集いたします。今後の配信でできる限りご紹介させていただきたいと思います。お答えもしていければと思います。でもって、こちら、えプアリリで開催しているウクレレのワークショップ、アンドオンラインウクレレ、リモートでのね、ズームを使ったワークショップ、そちらのご案内、下の概要欄、え下ってこうやって <laughs>、下の、 概要欄ご覧になっていただければ詳細 URL がございますのでそちらをクリックしてチェックしてやっていただければと思いますチャンネル登録グッドボタンそしてベルマークねあこっちかどっちよろしくお願いいたします